トゥドハリア4世は、ヒッタイトの大王。熱心な神殿建築で知られ、数多くの建造物遺跡を残した。トゥドハリア4世とクルンタの間の条約を記した、アオドーバンダヨーハットシリ3世の息子として生まれ、兄がいたにもかかわらず父の後を継いで、ヒッタイトの大王となった。しかし、不王の時代に、アナトリア南部のタルフン達者で副王に封じられていた、トドハリアのいとこにあたる、 クルンタが勢力を拡大して大王くらいの正当な後継者であることを主張しており、トドハリア4世はその対応に苦慮した。トドハリア自身、父がクルンタの兄にあたるムルシリ3世から王位を奪ったことに批判的で、父の側について王に背いたマストゥリという人物を批判していたからである。トドハリアとクルンタの双方は互いに神々の前で友好を制約することとし、 その制約を文書として残した。この時の条約文を記したオドーバンが、ハットシャ遺跡のスフィンクス門の近くで発見されている。一方、クルンタが、大王を名乗る陰影もハットシャで発見されており、短期間にせよ、何らかの形でクルンタがハットシャに、ヒッタイトの大王として君臨したことは否定しがたい。それがトゥドハリアの治世中に起きたのか、それともトゥドハリアの死後に起きたのか、 このアオドーバン制約の前か後か、また戦闘を伴ったか否かなど、依然両者の関係には解明すべき問題が多い。対外的には、地中海交易のハブの役割を果たしていた、アラシアの一部を征服したものの、西部国境では、アイヤーの侵入によって支配権を失い、東方では、アッシリアのトゥクルティ・ニヌルタ一世が、ヒッタイとの同盟国未単にに攻め込んだのを、迎撃するために、 ミタンニをシャトゥアラを助けて、ニフリアでアッシリアと戦ったが敗退。アッシリア側の記録では、ヒッタイト人2万8000人が捕虜となり、ミタンニはアッシリアに併合された。またユーフラテス側流域でも、アッシリアの攻勢を受けてイシュワの地を奪われ、ヒッタイトの国境は大幅に後退した。トゥドハリア4世が築いたと言われるエフラトゥンプナルノ。 水辺祭祀遺跡こうした不名誉な敗北が続く中で王の威信を保つべく宗教政策に力が入れられた。トゥドハリア4世の時代は筆体等の神聖化が頂点に達したと言われ、また各種の大規模神殿が建設された。ただし、ハットシャ遺跡の中で上野町と呼ばれる広大な神殿群はほとんどすべてトゥドハリア4世の時代に建設されたものであると、 従来言われてきたが、近年の研究でより古く遡る可能性が大きくなっており、なお検討を要する。各地に神殿と王像を作ったことから建築熱心だったには違いない。彼は干ばつに備えて13のダムを作ったとあり、カラクユやアラジャホユックの近くで実際に彼の非分を伴うダム遺跡が発見されている。またエフラトゥンプナルやヤルブルとの水辺祭祀遺跡も、 トドハリア4世の時代に作られたと推定されている。こうした熱心な王の神聖化も虚しく、タイとは弱体化していった。彼の死後、息子のアルヌワンダ3世が王位を継いだという。ありがとうございます。